精製工場で作業レクリオイドのイレギュラー化による暴動事件が発生。そこにアクセルが現れ、これを鎮圧。イレギュラーはその場で跡形もなく消されたわ。次は3日前に不当で発生したメカニロイドの暴走事故。この時には船のハッチを塞いだメカニロイドを破壊し、脱出路を確保。ただその破壊の巻き添えで乗組員16名が負傷しているの。他大小含めて14件のイレギュラーによる事件事故の現場に現れているわ。問題はあるにせよ、アクセルによってここ数日の間に随分と事件が解決されていることになった。X、これでもまだ彼をハンターとして認めてやるわけにはいかないのか。ダメだ、わからないのか。こんなやり方を認めるわけにはいかない。何を言っている。理想だけでは何も始まらない。お前がやらない以上、誰かが代わりにならなくてはならない。いっそ彼が一人前のハンターとなるよう教育してみてはどうだ。そんな、俺のようなハンターを育てるなんて無理だ。考えておくんだな。この先お前の考えているような戦わずに済むような状況はますます少なくなる。そして何より、イレギュラーがなくなることもない。ここまで来れたからっていい気になるなよ。お前のバトルシップは海の底だ。無理せずに逃げた方がいいんじゃないか。バーカ、ここまでは計算通りだって言ってんだよ。俺の絶対領域、てめえ自身がしちまったんだからな。行くぜ。待ってたぜ、裏切り者。やあ、卑怯者。痛めつけてやるぜ。前からてめえのことは気に入らなかったんだよ。気が合うね、僕もだよ。生意気なやつめ、打ちのめしてやる。お前がバンコ、ダーバに教えをこうたとはいえ、よくぞここまでたどり着けたものよ。黙れ、
ラーラは返してもらうぞ。そうはいかぬ。この女は、ラーラはすでに私の妻として迎えておる。なんだと？わからんのか。ラーラはすでに私のものだということだよ。無駄だよ。どのような攻撃ももはやこの私には通じぬ。ラーラに秘められた大いなる力、不老不死の命を手に入れた今となってはな。ラーラ、このままお前の息の根を止めることはたやすいが、それでは面白くない。そうだ、お前を時空の果てに飛ばしてくれよ。そしてその目でこの星の未来の姿を見るがいい。このガラム様に支配された素晴らしい世界をな。厳しい試験に合格してやっと憧れのコズミックハンターになれたっていうのに、1年間もパトロール勤務だなんてさ。仕方ありませんよ、リム。今年は特に死亡者が多かったと聞きますからね。アルジャーノンチームの活躍で今やコズミックハンターは花形職ですから。ダンディ、そんなことあんたに言われなくたって分かってるわよ。微弱ですがマルチレーダーにSOS シグナルをキャッチしました。メインスクリーンに転送します。シグナルの発信ポイントは GX0076、 惑星イデアが位置する中域です。イデアって確かまだ銀河連邦に加入していない未開発惑星よね。はい、噂では20年ほど前から独裁政治が続けられており、連邦政府も危険分子惑星とみてコンタクトを認めていないようです。気になるわね。一応本部の方に連絡しておきます。あ、ちょっと待って、わざわざ本部に連絡することないわよ。そのくらいなら私にだって調査できるわ。リム、それはあなたの任務規定に反します。それに何の準備もなくあのような未開発惑星の原住民とコンタクトを取るのは危険すぎます。大丈夫よ、ちょこっと降りて調査してくるだけだからね。私には賛成できません。そのようなことを強制されるのでしたら、私は危険回避行動として本部に報告した後。うっさいわね、グダグダ言ってるとあんたのこと欠陥品だって言ってディーラーに叩き返すわよ。それは困ります。そのようなことをされては私のプライドというものが。私は知りませんからね。ラッキー。どうしたマイ。いやーあんにゃー。あーいって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 、もうだから謝ってるじゃない。それに兄さんだって悪いのよ。いきなりシャワールームに飛び込んでくるんだもの。すいません、僕たちがいけないんです。ところで、さっきの舞さんの不思議な力は？ああ、堅苦しいな。舞って呼び捨てでいいわよ。あれはね、私たちはサイキックパワーって呼んでるんだけど、人間の潜在能力を限界にまで引き出して、精神力をエネルギーに変えたものなの。私はそれを研究してるのよ。だが、まだまだ精神的に不安定だから、パニックに陥るとそのコントロールが効かなくなって、さっきみたいにパワーが暴発したりしちまうんだ。
要するにまだまだガキだってことだな。兄さん。お帰りなさい、ラスティ。遅かったわね。コズミックハンターの人には会えたの？ああ。彼が噂のコズミックハンター、ユーさんだ。はじめまして。へん。なんだ、またガキじゃねえか。パラス、失礼でしょ？ごめんなさい、ユーさん。悪気はないのよ。気にしないでね。けい！ユーさん、ようこそカザーリンへ。私が、サリア姫の捜索隊のリーダーを務めるラスティです。俺はパラスってんだ。ま、せいぜい足手まといにならないでくれよ。パラス、私はミリーです。よろしくね。こちらこそよろしく。早速なんですが、誘拐された王女についての手がかりはその後何か？酒場で豪勢に振る舞って騒いでいた男のことをユウさんもご覧になられました？実はあの男、バートスこそ、姫が誘拐された当日に、ハリバンを務めていた男なのです。あの野郎、ここ数日、急に羽振りが良くなりやがって、毎晩酒場でどんちゃん騒ぎさ。買収ですか？間違いないでしょう。我々も証拠をつかもうと、交代で奴をずっと見張ってはいるのですが、なかなか。待った甲斐があったぜ。バートスに接触してきた奴がいる。よし、すぐに応援に行く。一人で英雄になろうなんて、欲を出すんじゃないぜ。そうはいかねえみたいだ。奴ら、移動するみたいだぜ。また連絡する。おい、ビート。ビート一人で大丈夫かしら。任せるしかねえだろ。とりあえずビートからの連絡を待とう。それより今のうちに、ユウさんに姫が誘拐された当日の、詳しい状況を説明しておきましょう。ミリー、応急の図面を。はい。たく、物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してる。なあ、あんただろ。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね。道島の竜、道島組射程頭補佐、桐生一馬。何やってんだよ、お前ら。登場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長が、あの世で寂しいとさ。お前だよ、天城小次郎。あの、それじゃあ、私はこれで。おう。それは、見た通りこういうことさ。まあ座れ。ちょいと話をしようじゃないか。私はどうすれば。目障りだ。脇にどいてろ。俺か？俺は内閣情報調査室の美まさかってもんだ。俺たちは滅多に名乗らないんだ。ありがたく聞いておけよ。そいつは正しいとも言えるし、間違っているとも言える。いいか坊主、日本には統治会諜報機関があるんだぜ。内庁は内閣官房直属だが、外務省、法務省、防衛庁ってな省庁が独自の機関を持っている。しかも俺たちに割り当てられる年間予算は CIA の足元にも及ばないし、要員の数となると内庁だけで全てをこなすのは荷が重すぎる。交渉を決裂か。最初からそう簡単にケリがつくとも思わなかったが、覚えておけよ。
お前みたいな小僧をひねり潰すなんてわけないことだ。あんまり突っ張ってると長生きできないぜ。警察じゃない、内調だ。それに脅しているつもりもない。助言してやってるだけさ。いい心がけだ。じゃあな、もう会うこともないだろうが、せいぜい頑張んな。あ、そうだ、記念に一つ教えてやろう。お前の探し物は葛城が持ってる。二度は言わない。葛城に聞いてみたらいいさ。おい、行くぞ。じゃあな、坊主。また会おう。そうやってムキになるところが坊主だってんだよ。せいぜい命を大切にな。奴はたった一人でノグレス王を倒した。バリスの剣を持った奴は女ではない、巨人だと思え。おそらく我らの力をもってしても奴を倒すことはできまい。しかしバリスの剣を奪うことだけは。メガスか。メガス。ギラン、貴様がログレス軍最後の将軍だ。ログレス軍は俺一人残して全滅か。戦うか、我が軍に入るか、選択するチャンスをやろう。死に急ぐか。弟ログレスを倒した女だ。いずれまた会うだろう。見事だ。勝負は勝ち負けがあるからこそ面白い。メガス、トウと戦っていたなら倒せたはずだ。なぜそうしなかった。ユーコ、お前と俺は同じ宿命を背負っている。同じ宿命。俺はベカンティの前の王カイザーの第一王子として生まれた。しかし弟ログレスの側近の策略で暗殺された。体を機械化することによって命を取り留めた俺はログレスに戦いを挑み、その戦いの中で自分の暗殺を裏で糸を引いていたのは父カイザーだと知った。そしてカイザーによって次元の隙間に落とされた。メガス。さらばだ。私と同じ宿命を背負ったユーコ、ベカンティの未来を頼む。メガス、悲しい戦士。いよいよ初陣でございますな。ああ、この戦いは何としても勝利を収め、我々を支持してくれた7割もの人々に応えなければならない。ステファン様、ファリアル様から通信が入っておりますが、いかがいたしましょう。おやおや、戦う前から降伏するつもりかな。よろしい、つなげ。とにかくノーマを抑えんことには全てが始まらぬ。何としてもこの星を占拠し、ビローズ攻略の足がかりとするのだ。さすれば我が方にも勢いがつく。我が軍の戦力をもってすれば十分に可能です。よろしい、作戦開始。よくここまで来られたな。この娘の力があったとはいえ大したものだ。
褒めてやろう。マサト、助けて！くそー、アイリンを返せ！ほう、あのパイロットとはまんざら知らぬ中でもないと見える。よし、もし私を倒すことができたら娘を貴様に返してやろう。今こそ真の恐怖を味わわせてやる。さあ、かかってこい！勝負だ！この私が貴様ごときに敗れるとは。しかし、敵ながら見事だ。アビゴールもここまでだな。さあ、約束通りにアイレンを返してもらおう。そうだったな。さあ、受け取るがいい。あ、アイレン！マサト！マサト！完全なる敗北だな。しかし、これ以上生き恥をさらすわけにはいかない。失うものとてもう何もないのだから。ルードヴィヒ！アドル・クリスト、よくぞここまでたどり着いた。我こそセルセタの守護者にして大いなる力の監視者レファンス。今お前が立っているのは樹海の遥か地下深く、古代セルセタ王朝の都エルドランの内部。太陽の仮面はこの都に封じてある。邪悪なる者たちはその本当の恐ろしさも知らずに封印を解こうとしている。思い描くがいい。有力人の王国エルディーンが大海に沈み、この地が樹海に覆われる原因となったその力、有力人が月の仮面を用い太陽の仮面に語りかけた時、力は呼び覚まされ、今のエルディールがその力を手にしたな、地上のすべては焦土とカスに違いない。この杖を受け取るがよい。光のオーラがすべての攻撃を跳ね返すだろう。これはようこそ GPO の皆さん。私、当店の支店長を務めておりますヤン・シャオピンでございます。ルイーゼ・ゴルドマルクです。営業部長ですわ。お見知りおきよ。ギンガー警察機イースタンメタルクース部長部長エルビナ・マクロン。こちらは部下のランドルフ・シャンマー。マクガーレン長官のご霊名は私もよく存じております。特に一昨年の銀河派革命事件での活躍。ありがとう。だが称賛を受けることの事件ではない。これは失礼いたしました。では早速店内をご覧になります。銀河連邦の正式戦車か。よりによってさあ、私のルイーゼを傷つけた罪、お前たちの命で贖ってもらうぞ。参加しろ。あがきだ。その言葉そっくり叩き返してあげるわ。悪いあがき悪いあがき。うるさい。
この場さえ逃げ切ればよいのだ。この場さえ。パティ、パティ、大丈夫、すぐそこから出してあげるよ。ランディ、ダメ、ランディ、逃げて、逃げて。無理だ。このような形で再会したくはなかった。カイザー兄さん、何も言わないでくれ。俺はこれまでピエロだったかもしれない。だが今は違う。自らの意志で君たちと戦おう。やめるな。もう僕たちが戦う理由なんてないはずだろう。俺は君たちの家族や友人を殺した。そして君たちは私の四天王を倒した。それが戦う理由だ。全ての元凶はバルガよ。奴さえ倒せば戦うことはないわ。奴を俺が裁いた。それでも俺は戦う。たとえ人がどう言おう、それが俺の道だからだ。来るがいい。これが最後の戦いだ。大山兄さん、どうして？リア、すまない。カイザー、あなたはわざと戦って負けるように仕組んだ。なぜです？邪神を蘇らせる気なんかなかったくせに。買いかぶるな。俺はわざと負けてやるつもりなんかない。負けたのは俺が弱かったからだ。カイザー兄さん、帰ろう。私たちの家に、お父さんが住んでいた家に、もうすべては終わったんだ。寮内での飲酒を許可した覚えはないな。そう、上官だ。私にはお前を更迭する権利がある。いや、よく我慢したな。あそこで手を出していたらいろいろまずいことになる。騎士団も所詮は人の集まりだ。中にはああいった勘違いをしている愚か者もいる。気にしないことだ。前例はないが、それはお前が破ればいいだけだろう。お前の未来はお前のものなのだからな。偏見も糧としろ。試練もまた女神の贈り物だ。ではな。ここは確か。そうだ。昔お前の修行に使った試練の滝。兄さん、いや、味してんのお礼。少し見ぬ間に男の顔になったものだな。ついこの間までは兄さん兄さんと情けない顔をしていたものだが。うるさい卑怯者め！さあ、クミンを返してもらおうか！卑怯者か。今の私にとっては最高の褒め言葉だな。兄さんは変わってしまった！あの優しかった兄さんはどこへ行ってしまったんだ！いいか、ハオ。料理は心だ。人を幸せにしようとする心を忘れるなよ。あの頃のレイは死んだ。今の私は、アジシテンの最強の男、レイだ。ならば、俺はもう貴様を兄さんとは思わない。勝負だ！よかろう。
この海の王者、タイで勝負だ。行くぞ。いざ、クッキングバトル。ごきげんよう、ミサさん。ああ、シクスト神父、こんにちは。今日はミサさん、あまり表情が優れませんね。どうかなさったかな？え、どうしてわかるんですか？今日の私って、そんな顔してますか？ええ、そうですね。あなたは何かあると、感情がすぐ表情に出るので、非常にわかりやすい。そんな、それじゃあ私って単なる子供みたいじゃないですか。ひどいな。これはレディに対して少々失礼でしたね。それで今日はどのようなことでお悩みかな。私でよければお話をお伺いしますよ、ミサさん。そうなんです、よくぞ聞いてくれました、シクスト神父。それが昨日寮長に寮部屋の抜き打ち検査を食らっちゃって、もう部屋が汚いだとか生活態度がだらしないとか、ついでに遅刻が多いのがバレて、それからいっぱい嫌味とおごごと聞かされて、もう嫌になっちゃうよ。なるほど、そういうことでしたか。確かにあの寮長はちょっとうるさいばあさんだな。は？あ、いや、しかしながら寮長も悪気があってあなたを叱っているのではないのですよ。そして神は全てのものに平等です。あなたにも神の恵みのあらんこと、アーメン。それでは私はこれで失礼いたします。私がどうかしたかな？すまんが、この辺りに写真立てが落ちていなかったか。会議で呼ばれて急いでいて、落としたことに気づかなかったらしい。助かった。随分と探したんだ。妻がこの写真を、いや、見たかなどと聞くのは無意味だな。ああ、この写真を写した後、4ヶ月後に近畿動乱で亡くした私の家族、私が殺した。バメル。生きていれば娘は、君と同い年だったのか。私が助けてくれた。以前よりなぜか君には似たような雰囲気を感じていたのだが、どうなのだろう。今やみんなの言葉が通じなくなりつつあるこのバベルで、君や私の失った言葉は誰の言葉と通じているのだろうか。いや、すまん、意味不明瞭な質問だったな。忘れてほしい。では、会議が続いているので、ね、さよなら。さて、荷物はそれだけかい？
ドクター、あんた確かジャポニーズだ。あんたらの言葉、まるでバンディーノだな。さっき寝言で喋ってたじゃん。マツダ、ホンダ、トヨタ、日産。どうだ、うまいの。先生、俺は別にあんたが気に入らないわけじゃない。ただ羨ましく。日本人の男ってやつは世界で一番の幸せ。なの。それはよ、日本人の女を抱けるから。あのバンビーノみたいな下っ腹さ。麗しの黒髪、宝石のような花。おー、ミアモーレ、禁断の甘き果実。あの、もういいでしょうか。早く厨房へ行かないと。おー、シニョリーダ、何をそんなに怯えている。いえ、あの、そういうわけでは。よく見てほしい。怖がっているのは僕の方。君の何百枚も怯えている。なぜだかわかるか。それはそれはね、美しい君を愛してしまいそうだからさ。アントニオ。クリスさん。アントニオ、あなたはまた。おっと、おっかねえのが来ちまった。おお、マンマミア、怖いのに見つかっちまった。さっさと仕事に戻りなさい。おふざけが過ぎると上に報告しますよ。シニョリタクリス、今日はヘリを飛ばせないので開店休業なんですよ。そうなの。この雨ですからね。困りましたわ。それなら倉庫の掃除でも手伝って。おっと、そろそろ時間だ。急ぎの用を思い出した。どうやら成功らしいな。さて、連中は別の世界に行ってもうたし、これからどないする？私は一度国に戻るわ。今までのことを父さんに話さないと。私も家に帰るわ。じいさんはどないする？はて、どうするか。当てがなくなってしまったからな。わしとしては研究ができる場所さえあればどこでもいいのだよ。私の一生は研究に費やすと決めているわ。どんな研究をしているの？気が向けば何でもやるぞ。それじゃあ曇り空でも今までと同じ収穫ができる野菜とか作れる？品種改良か。不可能ではないな。だったら私のところに来ない？研究機材や場所は提供するから。そこまで言うのなら厄介になるから。わしはビクトル・ロイドだ。早速行くとしよう。携帯さんが警戒しています。すぐにでも戦いになるだろうな。準備はいいか？携帯さんに見つかれば仲間を呼ばれますよ。短時間なら問題ない。こんなこともあろうかと
防音障壁発生装置を開発していた。発明ってそれのことなのね。その発明はどのようなものなのですか？よくぞ聞いてくれた。これは少し前にわしが開発していた魔法障壁の応用で、音を通さない障壁を発生させる。その壁の内と外では音の交流は一切なくなるというわけじゃ。で、そうなるとどうなの？どれだけ騒ごうと援軍を呼ばれる心配はないということじゃ。だがこれは完成品ではないから長時間は動かないよ。できるだけ発見されないように進む注意が必要じゃ。なぜだ、なぜ応答の音が届かない。こっちの信号が聞こえなかったのか。なぜだか知りたいかね。ビクトル様の発明、防音障壁発生装置によって、この辺りの音は外部と遮断されているのだよ。なんだと。総員に告ぐ。戦闘よりも外部との連絡を優先しろ。誰でもいい、本部のところへたどり着くんだ。バカバカ、どうして行っちゃうのよ。誰も逃がさせばいいだけの話じゃ。というわけで頼んだぞ、リーダー。思ったより早かったね。余興としては物足りなかった。お前はこうして会うのは初めてだったかな、ジョッシュ君。私がウィズダムの最高責任者アグルだ。元君の雇い主さ。一体何のために俺たちを呼んだ。バイパーにビクセン、あの二人を倒した君たちに興味があってね。レガシーといえど使う人物が無能では意味をなさないからね。大体レガシーってのは何なんだ。おや、彼女に聞いてないのかい。失礼。レガシーとは人の精神とオリハルコニウムと呼ばれる古代金属を融合させた古代アトランティス文明の残せし究極の兵器。アトランティス。無双化を見るような目はやめてくれ。信じる信じないは勝手だがね。それで世界征服か。くだらねえな。そんなことよりエリエルを元に戻してもらおうか。今の彼女は以前よりもはるかに美しい。それに心があれば意思の疎通はできる。それだけでは不服かな。黙れ。まあ元に戻す方法がないとは限らない。くそ。シオン、お前気づいていたんだろ。何にですか？雄星学園に入学したての頃、俺が先輩と付き合ってたこと気づいていて、どうして何も言わなかった？それがあなたのお望みだったからです。俺の望みなら何でも許すのか？それがあなたの心からの望みなら、遊びならやめさせていました。ですがあなたは真剣だったし、相手の方も真面目な気持ちだった。それならばと。ああ、真剣だったさ。二人が別れた時、後悔しました。俺が辞めさせておけば、あなたはあんなに傷つかずに済んだかもしれないと。もし俺がまた恋愛をしたら、お前はあの時と同じようにただ見守るのか？誰かに
恋してるんですか？多分。拙者明智光秀と申す。第15代将軍足利義昭公使者としてご上意をお伝えに参りました。相分かった。拙者の役目承知したと伝えてくれ。これより後戻りはできぬという。イクメクムコルタノンオムニダルクエルタチョ。図解はそういう意味だったのか。クソ、誰が紅の風などは問題じゃなかった。その背後にいるこいつこそが問題だったのか。貴様らの計画を黙って過ごすと思ったら大間違いだぞ。最終兵器だと？笑える冗談だな。何の話だ。秘密結社を仕切っているのは第三の男ネイカン。奴が願う世界、光の木が、人間も、もう遅すぎる。なんでこんなことになっちゃったんだよ。ずっと騙されてたって。私は